かわいビーン。Welcome on Kawaii Poutine. My name is Kathy Cat. I'm a YouTuber, blogger, and model. In October, there have been some amazing fashion snaps out. Check out right now. 原宿に来た理由は何でしょうか？ショッピング。欲しい服があったりとかしたので来ました。はい。原宿ファッションに興味に持ったのはいつ頃なんですか？去年の冬ぐらい、で、キミオくんっていう今人気の人がいるんですけど、その人に憧れてこういうファッションをし始めました。はい、はい、で、そういうファッションの一番好きなところは何のでしょうか？テンション上がるから好き？うん。今日のファッションのテーマは何ですか？ポップな変態クールジャパンですはい、電波組のもがみもがちゃんです。もう高校2年生ぐらいから派手なのが好きで、アニメとか好きだったんで。あ、私も高校の時からですね。アンジェリック・ピーピーのミスティスカイで、鼻のクラウン、興味は中学生の時から。 Today's fashion point is Angelique Pretty's Misty Sky and all the clouds and starry sky prints on it. I really like it. And the flower crown on my head, which I made myself. I started becoming interested in it since junior high, but like I started wearing it since 2 years ago.今日のファッションのポイントは、セーラームーンです。ホッペもさっきセーラームーンのものをペイントしてもらいました。青で統一してます。原宿来始めたのが6年ぐらい前なんですけど、その時ぐらいからぼちぼち始めて、毎週来てるんですけど、日曜日はまあなんだろう、いろんな人と交流するために来て、まあ一緒に写真撮ったりとか、あとさっき言ったようなグッズとか配ったりとかして、いろんな人と楽しくやってます。今日はまあ一応毎回なんですけど、仮面が一応ファッションポイントで、今日いつもなんかグルーミーとかピンクなんですけど、今日は久しぶりに黒猫で行きました。東京、今年の4月に上京したんですけど、その頃から服とかやっぱちょっといろいろ可愛いもの欲しいなと思って、私の大好きなアニメキャラの男の子です。イメージやや痛い子なんで、この服着てると結構、こういうとこだとそうでもないですけど、普通に歩いてると目立つんで気分が持ち上がるっていうか楽しい。グループの活動で原宿に来ました。なぜ原宿ファッションが好きなんですか？やっぱりバンドの影響でですね。今日のファッションのポイントは何ですか？今日はやっぱりヘアピンです。今日は髪を染めるのと髪を切るので来ました。今年の春に東京に来たんですけど、原宿はすごく大好きで、高校生の時からずっと年に何回かしか来れなかったんですけど、よく来てました。デコラに病的っぽいのを加えたみたいな。結構前はロリータとかだったんで、デコラ自体はそんな1年も経ってないかぐらいだと思います。原宿ファッションに興味を持ったのは23歳ぐらいの時ですね。ファッションポイントは、まあ全身シックスで、あとは髪を切ったのでどうですかみたいな。いろんなグッズを集めてきた。いいよねお買い物に来ました。ポイントは何のでしょうか？ヘアバンドをつけてるところです。ちょっとスカートがふわふわなところ、ガーリーなところです。これ
電波組のセーラー服です。こういうファッションに興味持ったのはいつからなんですか？電波組好きになってから。それヒカキンになってこれ着ようかなって。Thank you very much for watching. I'll catch you for another video soon on Kawaii Poutine. And until then, have fun with fashion. Bye. Have fun with fashion. All new trends in Japanese pop culture.